ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。前回はアダムがおばさんの家に侵入しましたね。驚いたことに、アダムとおばさんは会ったことがあるみたいなんだ。そのことが判明した瞬間、アダムの態度から余裕が消えておばさんに襲いかかりました。一方、主人公はリスクを冒してバーに財布を回収しに行ったよ。ここまで来たら、もう早退するのは避けられないでしょう。さて、どんな展開になるかな。主人公は無事バーテンダーのトーマスに会いましたが、もちろん財布はありません。アダムが来たことを知らされたこともあって、すぐにアダムが盗んだことに気づいたよ。そして、お店の電話にアダムが電話をかけてきました。もしもし、ハニー。女性の鼻をすする音と声が聞こえた。それは私が期待していたものじゃなかった。もしもし？アダムが誰かに話しかけていた。女性が泣き叫ぶと、恐怖がダムのように押し寄せてきた。これは、タス、ケテ。受話器を強く握りすぎて壊してしまいそうになった。トーマスの口から言葉が出た。大丈夫ですか？私は彼を振り払い、自分を落ち着いて見せるようにした。彼はどうやってルースのところまでたどり着いたの？どうやって見つけたの？どうやって？アダムは不安になるほど元気だった。聞こえる？彼女は君に助けを求めているよ。彼女を助けに来ないの？助けてあげて。彼女を、行くから。足を引きずる音が聞こえ、おばさんのすすり泣く声が大きくなり、アダムにナイフをしまってと懇願する声が聞こえた。歯が折れそうなほど強く歯ぎしりをした。彼はなんて大胆なの？彼はどうして私の家族にたどり着けたの？彼に手を出したら、すぐに喉元に向かってくる。わかってるよ。君を探していてこんなクソババアにたどり着くとは思わなかったけど、運命なのかもしれないね。誰が予想できた？自分の信念を再評価しないとね。これは私とあなたの問題よ、クソ野郎。他の人を狙うのはやめて。おっと、わかったわかった。君はすっかり元気になったようだし、僕は親切だから君の親愛なるおばさんに電話させてあげるよ。状況を考えると、かなり寛大な処置だと思うよ。どんな状況よ？地球の果てまで私をストーキングするつもり？あなたのことをよく知らなければ、私に少し夢中になってるとでも思ったわ。気をつけなさい、アダム。気をつけないとあなたは自分の片思いを自覚することになる。その言葉はズボンに隠したナイフのように鋭く、痛烈に発せられたため、アダムは反射的に沈黙した。鋭い叫び声が上がり、アダムはその毒気に反応した。もう一度そんなことを言ったら、僕は彼女の一部を切り落とす。何も言わないように唇を噛んだ。私と彼の出来事ならともかく、おばさんが関わるなら話は別だ。彼女を好きではないけれど、それでも彼女が傷つくのは見たくない。アダム、私に何をしてほしいの？知ってるだろう。私は彼が嫌いよ。クソ、私は彼が嫌い。私は一筋の雷が彼の哀れな尻を吹き飛ばし、苦しみの世界に送り出してくれることを願った。わかったわ。ルースに手を出さないで。ああ、とても勇敢だね。実際はただ怖がっている子猫なのに、自分を大きく見せようとするとは可愛らしい。その小さな爪で僕を引っかく機会？彼は私をからかった。私が何を言っても彼はルースを傷つける。彼のことはよくわかってる。彼はサディスティックな自分のせいではなく、私の行動のせいにする。私は口を閉ざした。どうしたの？猫には舌がないのかな？それでも答えないと、彼はまたからかった。もしもし？もしもし？まだそこにいるよね？一分以内に答えないと、君の愛するおばさんの頭にドリルで穴を開けるよ。わからない。なんだって？ちょっと聞こえなかったよ。意味がわからないって言ったのよ。私の手がカウンターの上に叩きつけられた。トーマスは立っていた場所から飛びのき、彼と新しい常連客の会話は中断された。恋人同士の喧嘩よ。私は心配そうに見つめる常連客とトーマスに説明した。アダムとの会話に戻った私の声は、数オクターブ下がっていた。警察には行かなかった。せっかくあなたを放っておいたのに、どうして思わだで返すの？だって君はこの世界の汚点だ。君のおばさんのようにね。私の何を知っているの？
私はあなたに何もしてない。僕は十分に知ってる。今度は癇癪を起こさないでくれ。そうすれば、僕は約束を守る。僕の言う通りにすれば、君のおばさんを生かしてあげるよ。私の喉が切り裂かれるまではってこと？アダムは暗い調子で笑った。いずれにせよ、彼女はあと1分は生きていられるよ。従わないなら、今すぐ彼女を殺す。言うまでもないけど、そのバーは監視してる。彼らは君がどこに行っても追跡するよ。元気になって、また僕のところに来てね。私は目を閉じて、精神的に衰弱しないように努めた。私は檻の中のネズミね。そしてトーマスに助けを呼ぶように言っても、ルースおばさんは殺される。できることは一つだけ。再び彼と対峙しなければならない、文字通り最悪の悪夢ね。わかったわ。どこで会いたいの？詳しく説明する必要ある？トレーラーハウス？アダムは皮肉を込めてゆっくり拍手をした。おめでとう。事実を組み合わせられたみたいだね。急いで、彼女がどうなっても知らないよ。こうして主人公はおばさんの家に向かったよ。ちゃんとサフランが追跡してきました。もはや逃げ場のなくなった主人公は家に入ったよ。あなたの望みは叶えた。私はここにいる。私が望みなんでしょ。さあ、おばさんを解放して。私は待った。沈黙以外に何もない。暗闇を覗き込み、彼のシルエットを探しても、すべてが奇妙な形で混ざり合っている。私は彼かもしれないと思ったシルエットに手を伸ばしたけど、私の手は散らかった皿に当たった。彼はどこにいるの？私は手を腰に置き、前回そうしたように私を地面に叩きつけるのを待った。アダム？私は一歩下がって、彼がどうやってこの狭いスペースに身を隠しているのか不思議に思った。彼はびっくり箱のようにテーブルの下から飛び出すつもり？彼を無視することはできない。テーブルの方向を向き、テーブルの下を確認した。何かが足首をかすめると、私は叫び声を上げ、数歩後ずさりした。稲妻の光が割れた窓から差し込まれた。光でガラスが見えた。そして足首付近に。私が叫ぶと同時に、空で雷鳴が轟き、稲妻が再び部屋を照らした。私のおばは、茶色のカーペットに血まみれで倒れ、動かずに横たわっていた。そして彼女の上には、アダムが立っていた。彼は片方の腕をつかみ、もう片方の腕で顔についた血をこすり落としている。彼はついに話し始めた。彼の言葉にベルベットに包まれた毒が滴る。まあまあまあ。彼はルースの体を踏み越えて手を下ろした。そのゆっくりとしたペースは徘徊するハンターのように危険だった。一歩下がろうとして途中で何かにぶつかって床に転がってしまった。私は、ナイフの湾曲した部分を指でなぞっているアダムの大きな体を恐怖で見つめた。それから彼は私の高さまでかがみ、歯の先端で私の顎を上に向けた。そうしているうちに、彼の永遠に残酷な笑みが戻ってきた。ついに君を見つけた。僕の捉えどころのない小さな害虫を。やっぱりおばさんはやられたか。殺さない理由の方が少ないですからね。この後、他のルートも見てみたんだけど、おばさんに噛みつくところの選択肢以外は即死だったよ。アダムが主人公を殺害するのは分かっていたのですが、サフランは予想外でした。サフランはアダムと違って会話をしないタイプだったよ。そんな彼が口にしたのはアダムに対する危惧です。主人公を逃がしたアダムを信用してないんだよね。まあ、アダムが破滅すればサフランも破滅するので間違いではないですね。サフラン自身は拷問好きで、主人公が反撃したらすぐ拷問を始めたよ。似てるようで似てない二人でしたね。アダムは破滅するのかな？可能性はあります。アダムが主人公に言っていた自分を大きく見せようとしているはむしろアダムのことです。ホテルでのアダムの様子を見てると、何かを怖がってるみたいだよね。おそらく、おばさんも関わっていた過去の悲劇が関係しているのでしょう。アダムの心を開かせて、過去を紐解けばアダムが主人公に弱さを見せる可能性があります。それで主人公を助けたいってサフランに言っても、サフランが許さないよね。サフランはバンドをさらなる高みに登らせるためにアダムの支援をしています。そのバンドと自分を潰すような行為をしようものなら、アダムであろうと殺害するでしょう。結局、アダムにも逃げ場所なんてないんだね。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今回で U&ヒムはアップデート待ちです。次回は不可解な失踪事件が起こってるホラー系恋愛ゲームを考察するよ。この動画を面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。